はい、皆さんこんにちは。ゆなです。たかです。エイティブログです。今回のビデオはちょっと前のビデオの続きになります。ドイツと日本のカップルの違いの動画が撮ったと思うけど、その続きパート2です。はい。なのでね、もしパート1見てない人はね、そっちを見てから見てもらえると楽しいかもしれない。そうだね。その時に話したのが、カップルが付き合う始まりの違いとか、プロポーズの違い、両親に会うかどうか、何のタイミングで挨拶するとか、あとプロポーズはどうやってやるとか、一緒に暮らすか暮らさないかとか、そのタイミングで前回ちょっと長くなってしまって、今日はその続きです。はい、スタートしましょう。一番話したかったのが、結婚式の違い。全然違うね、日本とドイツの結婚式。私はそんなに結婚式に行ったことないけど、1個のドイツの結婚式に行ったし、2個ぐらいの日本の結婚式に行って、そうだ、ね、なんか割と別物。同じセレモニーだと思わないぐらい逆に、だから日本の方が独特なんじゃない？まあ日本の結婚式はどっちかというと硬い、めちゃくちゃフォーマルフォーマルだね。神社とか、まあ、チャペルのウェディングとかもあ、まあ両方あるね。まずはそこでなんかこうウェディングをするでしょ。ドイツのケースだとそれはまあ教会か市役所でやる。ちゃんとした部屋があって、あるんだ。そこにちゃんと服を着て、前に人が立って、オフィシャルの人がいる。なんか市役所の役割全然違うじゃん。日本はもう書類を出して終わり。そのオフィシャルの人がいて、でそこでなんかドキュメントをサインしながらセレモニーをして、指輪をお互いにつけて、逆にその式ホールでやるさ、全然お金払わなくていいの？あ、それもお金かかるよ。あ、お金かかるんだ、一応。かかる。でも全然高くない。まずは本当の結婚式をやるでしょ。そう、そう。その後は日本だと家族、友達とか、コーワーカーとかを呼んで、そうだね、いろんな大人数で披露宴もやるでしょ。ドイツは披露宴的なことがパーティーだよ。あー、もっとカジュアルってことね。めっちゃカジュアル。ピーチがないし。なるほど。別にこうカップルが前に上に座ってる感じとかもないし。ああ、はいはいはい。みんながなんかのレストランとかを借りてとか、でかい部屋を借りて、そこでなんかテーブルが置いてあって、ダンスフロアがあって、食べたり踊ったり、食べたり踊ったり食べたり踊ったり、ゲームとかもエンターテインメント的な、はいはいはい、友達がなんかのダンスパフォーマンスとかをやったり、カジュアル、はい、面白いとカジュアル。だから日本の結婚式に行ってすごいフォーマルで硬いなと思ったってことだよね。めっちゃ硬いなと思った。だってなんか社長のスピーチとかどういうこと。日本の結婚式でめっちゃいいのが、両親向けて手紙を読むのがなんかめっちゃいいなと思う。そうだね、あれはいつもね、クライマックスの感動を、なんかそれが、やるべきだなと。ディナーも違うよ、ドイツと日本の。日本はずーっと食べ続けるでしょ。私はまあどっちかというとそれが嬉しいけどコースだもんね、フルコースになってるから、高級の食べ物で一人何万円の、数万円のコース。ドイツはそのウェスタンスタイルのディナーなので、スターター、スープ、メイン、デザート、ウェディングケーキなので、そんなずっと食べるわけではない。まあ、あとあれも違うんだよね、祝儀の文化とか。結婚式に参加する人が封筒にお金入れて、こう最初にプレゼントだね。プレゼント、まあ祝儀払わなきゃいけないでしょ。なんか決まってる3万円とか5万円とかめっちゃ高くない？高いけど、その分さ、料理がすごいいいのが出てきたりとかさあとはそのお祝いでお金払ってるから高いとか何も思わないよ。いや、思ってるよ。だってそのサポートしたい結婚式自体がめちゃくちゃ高いから、日本で。そうだね、なんでそんな高いの？わからん。ブランディングというかマーケティングだよね。そうだね、人生に1回だけなので500万とかを払いましょう。そうそうそう、平気で払ってる。1日だからね、1日のイベントに対してすごいよね。そこにドイツ人はそこまでお金も使わないし、お金も別にもらわないから、ご祝儀じゃないんだよね、お金をもらうんじゃなくて、プレゼントをもらう。2つのタイプがあると思う、1個は、まあ、好きなプレゼントを自分で選んであげる。で、もう一個がカップルが何が欲しいかというリストを作って、でそこの中からみんなが選べる。
だからそっちの方が気持ちは入るかもね。お金ってなんかちょっとドライな感じはあるよね。お金渡しとけばいいよっていうのはなんか、うん、そうだね。まあでも多分いらないものだったらあのお店に行って違うことに返品するってこと。返品する。マジでそういうところだよね、外国人のドライなところ日本って多分いらないものをもらったとしても持っとくもん。持たなきゃいけない。それをそう返品しちゃって後でなんかその友達が家とかに行ってさ、あれ使ってるとか言われたら、ドイツ人だったらこれに返品したよ。マジすごっ。日本人のこのハートじゃそれできないと。はい、結婚式が終わって一緒に暮らして、うん、お金はどうする？まあ今変わりつつあるけど、イメージだと女の人がお財布を管理して、で月に3万円とか5万円とかを旦那さんにこう渡してお小遣いでねで旦那さんはそれを使ってなんか飲みに行くとか自分の好きなもの買うとかいう。全部のお金を使い切れたらどうなるの？その時は奥さんに「あじゃあ追加ですいません使いすぎました」っていう。男性の方が多くのお金を、うん、稼いでるでしょ。だから自分で稼いだお金を「お願いします」を言うのがちょっと何か心折れない。まあでも女の人の方がお金の管理が上手っていう。男の人ってなんかアホみたいに飲み代に使ったりさするじゃんそうそうそう。だからそこは女の人に整理をしてもらってこのお金でやりくりしなさいって。じゃあ私もタカのお金を管理してあげるよ。やだ無理です。だから海外でないの、そう女の人が全部管理してお小遣いを渡すってないか。ドイツはそういう考え方が全くなくて、うん、昔は普通に1個の口座を作って、うん、その口座に全部のお金を入れて、あーはいはいはい、それそこからまあ2人が好きなように使ってる、まあ、もちろんなんか話し合いながら、うん、あの1個が聞いたことあるのが、うん、男性がなんかボーナスをこう隠して違う口座に入れる、うん、へそくりねじゃあ本当にあるのってこと。いややってる人いるんじゃないバレなければいいんじゃないダメでしょそうで、あとなんか会社とかだとさ飲みに行ったらさ後輩にさあのおごってあげるとか先輩としてね。ああ特にガールズバーとかに行ってる時わかりませんね。わかりません。わかりません。聞いたことないか聞いたことない。わかりません。何ですかって次はちょっと家事の話をしたいなと。日本人はどっちかというと女の人が全部をやる。ケースバイケースだかな。なまあでも今全然男の人が家事やること増えてると思うけどね。女の人も働くケースが多いじゃん。一昔前だったら女の人が家に入るとかだと女の人が全部家事して男の人は外でお金を稼いでくるみたいな。まあそれだったら別にそれでいいけど、なんかドイツで割と料理が上手の男性がめっちゃ多いよ。私友達もみんな上手、私より上手。日本人の男性は別にそこはそんな上手じゃないし、こうプライドを持って私は料理をするとかはなんかあんまり言うことないでしょ。ない。なんであの多分昔は一緒だったよ日本と、うん、女性があのハウスワイフになって、はいはい、ずっと家に行って仕事してないから、うんまあ 100% やってた、うんまあ、今もまあ日本みたいに変わりつつあって、うんまあ、女性も働いてる、うん、2人で働いてるから、ね、まあ大体本当にその 50%50% でやったりしてる、うんうん、で子育てもなんかそうそう子育てに関しては多分かなり女性の方が頑張ってやってると思うし、うんうん、だって日本だとさ育休ってあるじゃん。男性が取れるもの育休もうあの取得率がかなり今まだまだ低かったりするじゃん。もう2週間しか取らないのがそうそうどういうこと。期間もそう短いんだよね。2週間で何もできないじゃん。そんなの2ヶ月とか3ヶ月とかさ取れる程度にしないと男の人も。そうだから半年ずつとか。そうそうそう。ドイツだと大体それぐらいだよ。半年ずつとか、うん、まだまだ半年と1年とか、うん、まだまだ全然遅れてると思う、うん、制度はあれどなかなかそれがうまく活用されてないっていうケースも全然あると思うから、どん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 そこはもっと追いついていかなきゃいけないよね。うん、はい、最後に話したいのがタカちゃん、うん、最後に話したいのが愛情表現だよ。ああなるほど。 I love you,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  I love you. ああ嬉しい。 I love you, I love you, I love you, I love you. 私はここにいる。 I love you, I love you. ここにいるよ。 I love you.
まあ日本とドイツは全然違うよね。そうだね。まあ日本人はそこまで毎日愛してるとかさ大好きだよとか言わないからね。全然言わない。毎日とか週に1回とかの話じゃなくて、あの人生に1回プロポーズするときに言う。どういうこと？あれだよ、日本人はその毎回言わないけどたまに言うからこそのこのインパクト、インパクトがある。だ外国人ってさ毎日朝起きたら I love you でしょ。そう。昼ご飯食べて I love you でしょ。そう。ディナー食べて I love you でしょ。そう。寝る前に I love you でしょ。そんな I love you がさ1日に10回も20回も言われたらさ1回ずつの I love you のさ効果がめちゃめちゃ薄いじゃん。日本はそこを貯めて貯めて貯めてたまに年に1回結婚記念日に I love you って言うとその I love you の価値がこうなるでしょ。だからこまめに言っていくか1回バーンっていうかで、私はこまめの方がいいよ。でもトータルの I love you は変わんないよ。この量はそう変わんない変わんない。別に1日に3回言わなくていいけどもうちょっとこまめ。すいません。まあでもさ言わなくても伝わるじゃん。伝わんない。日本人はね伝わるんだよね。伝わらないんですよね。女性の方はどう思ってますか？もっと言ってほしいですか？もっと言ってほしいよね。ね。まあでもなんかあの I love you を言う以外にも、うん、他の愛情表現あるでしょ。ハグしたりもちろんキスしたり、うん、こう手をつないで歩いたりするのがあるでしょ、うんうん、でも日本人はそれは誰でも見ない時にしかやらない、うん、家の中で。まあそういう文化だもんね。だから人前でそういうのは見せずに、海外行くとねそれこそ全部オープンだもんね。全部オープン。公園のベンチでイチャイチャしてキスしてる人とか電車の中でとかも全然、まあ、なんか普通にやりすぎるなって私も思ってる時があるよ、うんうん、こうなんか同じ席に座ってムン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 してる人普通に海外にいるからちょっとそれは家でやってくださいって感じだよ。まあね、まあ、確かにだか動画すぎるとねなんか迷惑になっちゃうね。そう。まあ日本人はあれだね、周りの目を気にしすぎてるからね、外だとなかなかできないんだろうね。そう。そう思うと日本って全然愛情表現ないよね。ないね。もうちょっと出して。そうだね。あの口はここだよ。この愛情表現の話で、うん、タカとイチャイチャしたいからこの動画を終わりにします。もうちょっと動画続けよう。もうちょっと喋ることあるでしょ。まあ私たちにこの話が面白かったけど、うん、皆さんも面白かったでしょうか。まあドイツのカップルと日本のカップルは全然違う、国際カップルはその文化の違いがよくぶつけ合って問題にもなったりすることはあるけど、うんうんね、よく話し合いながら進んだら自分の道が必ず見つけると思う、うん、ね。まあ話し合いが大事だ ね。どのカップル、どの国のカップルでも。この動画をここで終わりにしたいと思います。インスタはやってます、ぜひ LT ブログ LT アンダーバーブログのインスタをチェックしてください。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。もう一回えバイバイでむせたとかそう。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。